スペースファウンテンのズスペースファウンテン、または宇宙噴水は軌道上から落下し軌道上まで登っていく粒子ストリームで構成された噴水のような構造のメガストラクチャーである。スペースファウンテンは高度 2000km で静止している軌道上のプラットフォームから地上のプラットフォームに向けて発射される滝のような粒子のストリームで構成される。粒子ストリームが 地上のプラットフォームから発射され、上空にまでたどり着くと、上空のプラットフォームによって地上へ向けて、角度を変更されて落下する。軌道上のステーションの高度は、地球の表面から 2000km しか離れていないため、スカイフックによって地球の表面まで吊り下げるのに、十分な強度の材料を見つけることで実現、可能である。各ステーションでの粒子ストリームのたわみは、 その高度でそのステーションを維持するのに十分可能なエネルギーを持つ。ストリームを構成する粒子は中空のタワーによって出される。粒子がストリームに沿って上昇する際はエネルギーを抽出して電気に変える電磁、ドラッグデバイスによって減速される。粒子がタワーの上部に到達すると大きな曲げ磁石によって方向を変えられる。方向転換のプロセスでは タワーの上部にあるステーションに上向きの力を加え、発射地点の上空に浮上したままにする。基地の材料では、この高さの静止タワーを維持できないため、スペースファウンテンはアクティブな構造である必要がある。噴水を構成する粒子の流れは、地上のステーションで上向きに加速され、頂点で下向きに変わり落ちていく。このタワーに必要な力は、 上部のステーションと構造物を登るペイロードを支える。宇宙機は大気に対処する必要なく、頂上から打ち上げることができる。これにより、ペイロードを軌道に打ち上げるコストを削減できる。封じ込めシステムに障害が発生し、ストリームにほころびが生じると、タワーが崩壊する。このリスクは、複数の上長性を持たせたストリームによって削減できる。粒子ストリームの下部は、 大気中の角の抵抗を避けるため真空管内でなければならない。上部のステーションと同様に、このチューブはエネルギーが上に上っていく流れから下に落ちていく流れに移動することでサポートできる。宇宙エレベーターとは異なりこの概念はどこにも非常に強靭な材料を必要とせず、宇宙エレベーターや軌道リングとは異なり4万 km の長さを必要としない。 スペースファウンテンの欠点は、それ自体では、起動速度を提供しないことである。上部から放出されたペーロードは、地面に対して速度がゼロである。物理学者であり、SF 作家でもあるロバート・エル・フォワードが、i n d i s t i n グ・ウ i s h a b l e from Magic で紹介している。ABC, i n d i s t i n グ・ウ i s h a b l e from Magic。ロバート・エル・フォワード。バーエン、2020年1月12日閲覧。 ポール・ルーカス、オービタル・レイル・ローズ、ビーン・スタウックス・スペース・ファウンテンズ。2018年12月14日閲覧。グレゴリー・フィリー、ステアウェイズ・ツー・ヘイブン。2018年12月14日閲覧。A.B. フォワード、ロバート・ L、ビーン・スタウックス、エド、インディスティングウィシャブル・フロム・マジック、P79、ISBN0 から671876864。67 ありがとうございます。